足痛くなったり、そういう方だってひょっとしたら早いよこれ、ふらふりが辛い。皆さんこんにちは、ランタンチャンネルのタナです。今日はランニングをしていてふくらはぎ、足首、足の裏などにですね大きなストレスをいつも感じていて痛くなったり、ふくらはぎに強い筋肉痛が残ったり、そんな方いらっしゃらないでしょうか。そういう方はですね、ひょっとしたらリズムが悪いかもしれません。ランニングをしている時にリズムをしっかりと意識することによって、ひょっとしたらそういったトラブルが解決する可能性があります。ぜひですね一回リズムをチェックし直してみましょう。さあ、皆さん普段ですねガーミンというですね、GPS のウォッチなどの高機能な時計って使っていらっしゃいますか？走っている時にですねランニングのリズムなどがチェックできるので、ぜひですねおすすめさせていただきたいと思います。そういったガーミンなどの、ランニングの時計を使っていただくことによって分かるのが、1分間の着地をした回数、ケイデンスが分かります。大体ですねこの目安が実は180回っていうのが文献にあるんですね。なので、そういったところから皆さんが180回転を目安にやってみていただきたいなと思ってるわけなんですね。ちなみに、今ですねこちらメトロノームのアプリになるんですけど、こちらのアプリを使ってですね皆さんにまず180回転というリズムを教えたいなと思います。いきます。早くねって思った方いらっしゃいませんか？そうなんですよ、意外ですよね。多分パッと聞いた感じだと、こんなリズムで走ってるかな俺、多分ね思う方多いです。実際に僕が指導させていただくときに、よく皆さんにお話しするときに、180回転のリズムってこれぐらいですよって聞かせると、早いよこれ、このぐらいのリズムで普段走ってますか走ってませんかっていうので手を挙げてもらうんですけど、みんな大体ですけどこれ遅いと思ってるらしくて、遅いという方で手を挙げる方が非常に多いんですね。でも実際に遅い方がいいのと早い方がいいの、どっちが楽だと思いますかっていう話に対して、皆さん大体ですねゆっくり動けるんだからリズムが遅い方が楽なんじゃないのっていう風に感じてる方いらっしゃるんですけど、実はそうではないんです。これはですね両足のジャンプをしてみてもらえば分かります。ではですね、180回転の、ジャンプをですねまずその場で少しやってみましょう。ではいきます。はい、どうでしょうか、早いな感じた方いらっしゃらないでしょうか。多分ね初めて聞いたりやったりした人は、こんな速いのと思う方は多分多いです。その印象からかゆっくりやった方が楽なんじゃないかと思っている方は実際に多いです。さて、ではですね160回転ですね、今から皆さんでジャンプしていきたいと思います。楽でしょう、そういう風に思っている方いると思うんですよ。ぜひやってみてください。では160回転です。じゃあいきます、せーの。はい、どうでしょうか、どちらが皆さんにとって楽に感じましたか。わからない、あ、そうですか、わからないですか。じゃあですね180回転から160回転に落とすパターンを一回やってみましょうか。10秒180回転、10秒160回転のジャンプ動作です。はい、では180回転のジャンプからいきたいと思います。さあ皆さんどうですか、どのように感じましたか。おそらくですけど、あれふくらはぎが辛いっていう風に感じた方いらっしゃいませんか。そうなんですよ、これって実はランニングのリズムを落とすと楽になるんじゃなくて、実はふくらはぎの運動量が増えるんですね。本来着地してから蹴り出す時のその重心を移動するまでの過程で、皆さんは自分の力を使わなくても反射の力で推進するために必要なバネのエネルギーを作り出すことができるんですが、それが大体180回転からが目安になってくるわけですね。それよりもリズムが遅くなってしまうと、その反射で得れない力の分を代用運動で補ってしまうんですね。その代用運動が何かっていうと、足首で蹴る動作になってきます。足首の仕事量を増やしてしまうと、ふくらはぎの筋肉に強いストレスがかかりやすくなってきます。皆さんはリズムが遅くなることによってふくらはぎの筋肉が激しく疲れが出てきます。なので皆さんがすごく大事にしなければいけないのは、リズム感も反射の力を得るために、バネの力を得るためにすごく重要な動きになるということです。
じゃあそのランニングをする時のリズム感っていうのはすごく大事なんだなと分かっていただいたと思うんですが、そのリズムをどこから作るか、そこを少し考えていただきたいんですが、先日出させていただいた初心者向けの動画でもそうですし、今まで出させていただいたランニングのフォームの中でもそうなんですが、重心を前に倒して足を上げてバランスを崩し前に倒れていくっていうエネルギーを作りましょうっていう話をしましたが、それにプラスアルファでリズムを意識するということですね。その時にですね、大事になってくるのが腕のリズムになってきます。皆さんはランニングをされている時に下半身から基本リズムを作るものではなくて、上半身の腕の振りからですねリズムを作っていきます。なのでコンパクトでリズムよく腕を振る、これをですね基本的にやってもらうというのが大事になってくるので、少し練習してみるのもいいかもしれません。先ほど180回転のジャンプ動作で、リズムを取るようにしていただいてましたが、それを腕振りでやってみましょう。どうでしょうか、180回転のリズムで腕振りできましたか。この腕振りのリズムが遅れてしまう要因というのが2つあります。1つは猫背であることです。猫背であることによって肩甲骨の動きが制限されてしまいます。そうすることによって胸が開きにくくなってしまいます。もう1つはそもそも胸の筋肉が硬くて開かない、肩甲骨を生かした腕振りができないというパターンです。この2つが重なると最悪です。腕を振るのに体を振らなければいけなくなるので、腕振りのローテーションが長くなってしまう分リズムが遅れてしまうんですね。なので胸が張れるというのは結構大事な要素になってきます。ただ完全にガチンと引っ張ってしまって結構張りすぎてしまう方が多いです。そうしてしまうとですね、逆に動きが悪くなってしまうので、あくまでナチュラルな形を作っていただきたいなというふうに思うんですが、そもそも癖でこうやって硬くなって巻き方になってしまっている方などがいらっしゃると思います。そういう方はですね、過去の動画で6分間の巻き方向けのストレッチ、ありますので、そちらを参考にしながらですね、ぜひですね、改善開発してみていただきたいんですが、胸周りの筋肉の柔軟性と肩甲骨を使う意識を大事にしてもらって腕を振るっていうのをやっていただき、あとはリズムよく腕を振り、重心を前に倒して、ランニングを行うということをやってもらえば、皆さんのランニングフォームはさらに良くなっていくはずです。今度走るときに、ぜひですね、小さい音でいいので、メトロノームをちょっと流しながらですね、リズムを意識して、小さくコンパクトに腕を振りながらですね、ランニングをしてみていただければと思います。普段と違ってですね、ふくらはぎとか足首にかかる負担感が大きく減って、ももやお尻などが使いやすい状態ができるかもしれません。ぜひですね、足首を極力使わず、ふくらはぎに大きなストレスをかけずに、長くランニングができる状況を作って、怪我のリスクを減らしていきましょう。タナでした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらです。みんな、楽しく走っていこうぜ。いくぞ。